Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回はですね、霊式トラブルを防ぐロットルールを解説というテーマでお話ししていきたいと思います。霊式という高難易度コンテンツをクリアすると、宝箱から強力な装備やアイテムがドロップして、そこからロットをして8人の中から勝ち取れば持って帰れるのが基本ですが、このロットにはいくつかルールがあります。そのルールを知らずに参加してトラブルになったという話もよくあるので、今回はそういった人たちにルールをより理解していただければと思います。そこで今回お話するテーマはこちら、フリーロット、左取り抜け、マスタールート、パーティー募集主が気をつけること、パーティー参加者が気をつけること、この5つのテーマでお話しします。1つ目、フリーロットということですが、まずはロットする上で基本中の基本を解説しておきます。ロットにはニード、グリード、パスと3つ基本があり、ニードが一番ロット能力が高く、次にグリード、パスは言葉の通りパスして他の人へ譲るといったものです。ニードの強さなんですけど、例えば1つのものに A さんがニードしたと、で他の人全員がグリードでロットしてもニードの方が強力なので、問答無用でこの A さんのニードが勝ちとなります。これが全員ニードであればその中で勝負し合うので平等です。グリードでも全員がグリードなら平等と言えます。でこのフリーロットというのはシンプルなルールで、宝箱を開けてドロップしたアイテムや装備に全員が無条件でニードしていいよっていうものです。メリットは運が良ければ複数装備を持って帰れたり、相当運が良ければ全部持って帰れるということがあります。デメリットは完全運なので、例えばフリーロットで続けていると1回も勝てないままなんてこともしばしばです。トラジオの場合は意外にこの時だけ運がいいので、ありがたいことによく持って帰ることが多いのですが、一時的に全くロットに勝てない時期っていうのがあって、あの時はねもう辛かったです。一応保証で断章はあるものの、一層ごとに1個しか持って帰れないし、複数集める必要があるので、装備の一部1ヶ月以上かかるという計算なので地獄。一体俺は何のために霊式やってるんだろうと思えるくらいマジでロットに勝てない時ありました。これみんなあるあるじゃないんでしょうか。そういうこともあって一部では不平等だって話が出ることもあって、霊式はね基本大縄跳びといって、みんなで頑張って強敵を倒して途中誰かがミスをすれば全滅が基本の中、倒した後に一人がね全部持っていくと悔しい、や一人に全部持ってかれるとなんだかなというやるせない気持ちになるっていう話を聞きます。一応フリーロットはそういうものだよということが前提なのですが、どうしてもモヤモヤが解消されないと、そこでユーザーが自ら作り出したロットルールがあります。それが次のテーマ、左取り抜けということですけど、左取り抜けというルールは漆黒の時期から流行し始めたらしく、現在も引き継がれています。パーティー募集の募集文でちらほら見るんですけど、左取り抜けの手順はこうです。宝箱を開ける、複数出たアイテムの一番左の実を全員ロット、ロット勝ちした人は退出、残りのアイテムで2から繰り返し。でこれの補足なんですけど、一番左のロットはパスでも可能です。周制限で1個しか持って帰れないので、他の装備を狙うため狙いのものじゃなかったらパスをするっていう選択もありです。ただもしかしたらこのあたりは募集内容によってはパス禁止にしている可能性があるかもしれないので、募集文よく読みましょう。左取り抜けはフリーロットと異なり、パーティー参加者にできるだけ装備アイテムを持って帰れるようにするための仕様です。例えば宝箱から合計4つのアイテムと装備が出たとすると、パーティーは8人なので半分の4人が何かしら1つ持って帰れるということで確率は上がります。このルールであればできるだけ平等に近づけて勝負ができるわけで、フリロほどのモヤモヤは解消されるということです。とはいえこのルールはシステムとしてあるわけではなく、ユーザーが作り出したルールなので、参加した人全員が理解した上でやらないとトラブルの原因となってしまいます。左取り抜けの注意点、左以外のロットは禁止、募集主は最後まで残る。ここはね最低限押さえておくポイントかなと思います。たまに全てにニードでロットする人がいるらしいのですが、その時点で左取り抜けのルールが終わってしまいます。貴様、仮にフリーロットと勘違いして全てにニードした人がいたら、二次災害を防ぐためにも手早く事情を説明して、もう何も持って帰ってもらわずに即退出してもらうのがいいでしょう。それに伴って募集主は最後まで残ることをお勧めします。募集文を読んでなかったり、左取り抜けをいまいち理解してなかったり、故意でロットしてくる人がいる可能性もあるので、募集主は左にロットしつつも最後まで残り、問題が発生しないかを見守ります。もし一番最初や途中でロット勝ちした場合は、残りはパスしますと伝え、全てパスして最後まで見守ります。
仮に先に出てしまった場合、残った人だけで判断しないといけなくなるため、理解してない人がいたらトラブル発生にもつながるし、ロット無双ができるというわけです。できれば先にロットルール無視をするやつを見つけたいので、ログを確認しつつ、左にロットする際もできるだけ最後にロットするようにした方がいいと思います。3つ目、マスタールートってことなんですけど、これはシステム的に用意されているロットルールで、マスタールートとは募集主が宝箱からドロップしたものを誰に与えるかを選択できるルールです。私が神だという状況になります。正直野良パーティー募集でやることはあんまりないと思います。募集主以外は全員グリードのみになるので、もし左取り抜けでやるならこっちの方がね、ニードがない分万が一の時の考えると安全ということになります。ただ募集主の負担が大きかったり完全に信用問題になるので、こっちのルールを採用しているのは今のところは見かけないので、もう少し活用できる糸口があれば広まる可能性はあります。そして次のテーマ、パーティー募集主が気をつけることっていうことですが、募集文にロットルールを書くのと質問が来たら答える、あとは出発前に確認を取るということが大事です。出発する前にチャットで全員に左取り抜け、ルール全員理解してたらレディーチェックお願いしますなど、必ず事前に承諾させるということが大事です。後から知らなかったなどと言い訳をさせないために、これは必ず行った方がいいと思います。事前に説明をしておけば、いざことが起きてしまった時に真っ先に退出してもらうように促されるし、募集文書き忘れる可能性もあるので、それよりも出発前に確認を取る、これが最も大事なのかなと思います。そして最後のテーマ、パーティー参加者が気をつけることですが、必ず募集文と募集内容、これをしっかり見ることです。これね、意外に見ずにパーティー参加する人がしばしばいるということで、パーティー募集ごとにルールが設けられているので、必ず参加する前に募集文を見ることです。これはもう必須事項です。仮に募集文見ずにパーティー入って、もしロットルールが思っているのと違ったとしても後から文句は言えないので、必ずルールを確認することです。これでトラブルは未然に防げるかと思います。左取り抜けに関しては人が気づいたルールということで理解力が求められるので、曖昧でよくわからないという場合は避けた方が無難です。このあたりざっくりとまとめると、フリーロットはもうギャンブルです。完全ギャンブル、パチンコやってると思ってください。勝つ時もあれば負ける時もあるという感覚で、大勝ちする時もあれば一生勝てないままっていうのもよくある話です。左取り抜けに関しては持って帰れる量は最大1個までと、獲得最大数は減るんですけど、1個持って帰れる確率はぐんと上がると。これはね、自分のスタイルに合わせていけばいいのかなと思います。自分はよくねフリーロットでやってるんですけど、確かにね1回で3個ぐらい持って帰った時よっしゃーって思うんですけど、ちょっと申し訳ないけどありがたくもらうっていう感じで、たまにそうやって思う時あるんで、そうなると左取り抜けはやっぱりルールをしっかり理解することがあるということで、今回はこの動画をシェアさせていただければと思います。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。